はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はここをやっていきたいと思います。メギストリスのお話です。ボスが2体出てきますけども、強いのでしょうか、弱いのでしょうか。出ました。2体か。ヒプノスとタナトス。はあ、弱点なんだろうね。まあいいや、普通にこれでいってみましょう。ああまあまあ入るね。こういう時は1体をまず潰した方がいいよね。復活なんかは多分してこないだろうし。フォース、いやいや、フォース入れんでいいよ。これでいきます。いいんじゃない。で、こっちはキラージャグリング、あ、ゴッドジャグリングで攻撃力を下げる。よし、下がったね。おお、2段階下がった。めちゃくちゃいいじゃん。で、煉獄火炎がどれぐらいダメージ与えれるか。おお、いい感じじゃん。ダメージ受けないの。まあ攻撃2段階下がってるからね。いや、でもそれにしても一応ボス扱いだからね。いけ、はい、ヒーロー、もう一丁いっとけ。こいつも余裕だな。だから1体倒してからがなんかかもしれない。おーい、うん、でも、うん、全然ダメージはねえよ。片方が死ぬとなんか本気出してきたりとかしたら嫌だな。どうだろう。おお、テンションアップしやがった。でもこれで倒せるでしょう。はい、あ、別に倒したからといって何かなるってわけじゃなさそうね。いやそれは黄色になったからか。ナリフォーマが鬱陶しい。でも攻撃は大したことないから大丈夫なんだよな。よし、ナイス。うん、もう攻撃力下がったままだもんね。はい、2? そんなもんでいいの。これは次のボスも大したことないかもしんないね、もしかしたら。全然起きないな。おい、起きた。終わりか。弱すぎる。まず攻撃力が弱すぎるよ。次、インドですね。どう戦っていこうか。まあ、見た目からして魔法使いだよね。魔法防御上げるか。いや、いいか。炎も吐きそうな気するんだけどな。いや、いいか。まあまあ、普通にまずは攻撃していきましょう。バニはどれぐらい効く。オオカミアタックの方がいいな。サミダレ、いまいちいまいち。ゴールドジャグ、攻撃力下がったけども多分意味はなさそうだよね。連続でどれぐらい。252、低いな。いやー、こういうやつ魔法トーン効かないって。おお、なかなかのダメージ。おお、神アタック。
大した強さはなさそうな気がするけどね。効かないだろうな。効かないね。賠償かけとこうか。呪文の方で行ってみる。バギムーチョあたりを。いや、ベギラゴンだ。あ、うん、こっちの方がマシ。次バギムーチョ行ってみようかな。おい、まあまあ別に力は少なそうだからね。いいや。でもそれで1ターン使うからいいか。これ入れとけばいいんだ、とりあえず。これを消すために動いてくるからね。バギムーチョどう？変わりやせんな。ならば、おお、魅了された。ギャッ、やめてくれ。ハッスル、バギクロス、あ、いやいや、バギクロスは弱いわ。いいよ、バギムーチョだよ。やっとけ。いやいやいや、回復して、回復しとけ。出たー、痛いつく波動。テンションまで下げられるのがな、本当に嫌なんだよね。魅了回復ってなんかなかったっけ。回復しとった方がいいな。そうね、一回言っとけ。なんか食らっても嫌だしね。あ、あった、そういえば。安らぎ、違う、あ、いや違う、呪いを解くだ。これはちょっと治るのを待つしかないですね。なんとか耐えてくれ。通常攻撃はもう大したことないからさ、なんとか耐えてもらおう。おっしゃ、解けた。よし、ハッスルしとこうか。死ぬのも嫌だからね。いいね。あ、炎耐性下がってたんだ。そうかそうかそうか。いや、しかし弱かったな。魅了を使ってくるだけで、全体攻撃もね、大したダメージないし、ここは、二体ともいまいちだった。弱い。はい、ということで今日は、ここですね、メギストリスの話、ここをクリアしていきました。特に問題なく行ける場所だったね。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。